幸せ列車に乗りたいな、行き先は夢自由の国。幸せ列車に乗るんです、チケット持って。アドナエテよ。みなさんこんにちは。ビゴラー、ビゴラーす。ありがとうございます。急遽ですね、いつもハッピーウィーク夜なんですけども、この先生にお会いしてお話を聞かなければ私は東京から沖縄に帰れないと思いまして押しかけてきてしまいました。今日はですね、ハッピーウィーク164回、アニマルケアサロンフローラの、獣医師で院長先生でもあります、中桐由紀さんにお話を聞きに来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。可愛いですね。そうなんですよ、フローラ、うちの子です、うちの子うちの子の名前と、名前とこの、はい、ロゴを、あ、ロゴ、はい、この、アニマルケアサロンっていうのは、まあ、動物病院みたいなことではない。そう、そうなんですよね、動物病院まで行くほどでもないけど、ちょっと具合が悪いかなっていうので来てほしいっていうので、アニマルケアサロンってつけたんです。やっぱり何かこう、思いがあるのかなと思いまして、そう、動物病院って言ったら早いんですけどね。でも病院と思って来てもらいたくないっていうところもちょっとあるって感じですよね。その話をこの間お会いして聞いた時に、こう犬とか猫ちゃんがワクワクやってくるみたいな、そうなんですよ、ねえ。普通だったらうちの、まあ、子とかだと病院行くよみたいな感じでこう準備し始めると、なんか察するんですよ。察します、察します。もう嫌だみたいな感じでバタバタし始めるんですけども、そうじゃなくて、そうですね、やっぱ最初の1回は、よくわからないのでドキドキしながら来るんですけど、もう何回も来てるうちに、あ、ここ痛いところしないとか、痛いことしないとか、なんか楽しいところだなっていうのが分かってくるので、楽しい感じで来るっていうのを聞いて、それは新しいなと思いましてねえ。それで、まあ、痛いことしないっていうと、どんなことするのかなっていうのがあると思うんですけど、やっている中身っていうか、中身としては、ペットマッサージ、ツボ押しとかですね、で一緒に針治療も行ったりとか、お灸とか温めてあげたりとかっていう治療もして、で、あとは、アロマ、メディカルアロマっていう、アロマオイルの中に入ってる化学成分を使って、なんか薬理作用をこう考えて、例えばなんですけど、はい、ありがとうございます。例えばなんですけど、そうだな、ウィンターグリーンっていうウィンターグリーン、アロマオイルがあるんですけど、これなんか匂いします。あ、いい匂い。嗅いだこと、シップ的な、そうシップ、あ、シップ、はい、シップ薬に入ってるサリチル酸メチルっていうのが入ってる、え、ちょっと待ってくださいね、混乱してきたいこれって、なんていうのかな、このこういうのって、アロマっていうのは、なんかこう花とか草とか、そうですね、花とか草とかからこう抽出され、そういうものから抽出するんだけど、それは化学、それはなんかいろんな物質、化学成分がこう入ってこういう香りがしてるっていうので、そこら辺がね、そうそう、でイメージがね、化学的って言われると、あれ、そういうことかなみたいな、そうなんですよね。で、香りっていうとこう癒しだけっていう今イメージなんですけど、医療的にも使えるっていう、日本ではあんまりないんですけど、外国、ドイツあたりかな、なんかこう、メディカルアロマっていうのを人間の治療にも使ったりしてるらしいですよ。一度レメディとかそういうのをなんかこう、下にあるやつをやったことがあるんですけど、そういうのとまあ同じような感じ、近い、似てますね。それレメディよりもちょっと現実的かもしれない。なんだろう、こう物質がこう入ってるので、同じ、なんだろうな、シップに入ってるサリチル酸メチルっていうのが、これにも入ってるので、同じ薬理効果が得れるっていう、薬理効果この言葉覚えて帰って、薬理効果、まあ、
リラックスしに行くような感覚 で、ね、でワンちゃんとか猫ちゃんとか来ると、そうですね、うん、お酢だけでもそのツボ刺激になるので免疫力も上がったりとか、うん、もうそこなんかこう体調が悪いとか食欲がないとかっていう子にそこに応じたところをこう押してあげたり温めてあげたりこういろいろやってあげることによって、うん、体調を整えてあげるっていうような治療をしてます。だいたいこう病院とかに、うん、なると病気になってから来ますよね、うん、そうですね、これどうしたんだろうみたいな、例えばずっと吐くとか、うんうんうん、ずっと下痢しちゃうとか、はい、そういうことになってから来るんだけども、そのちょっと前の段階で、そうですね、1日2日ちょっと、うん、お腹の調子が悪そうとか、うん、今日昨日今日なんだけど、うん、ちょっと調子悪そうだな、食欲なさそうだなっていう時に、うん、パッと来てもらっても施術ができるっていう。あ、それでマッサージすると治る、結構治るでもすごいよくわかる、なんか人間と一緒みたいですよね、うん、なんか疲れてたり、うん、動物って結構隠すんで痛かったりするのを見つけてあげたりすることができますね。なるほどね、そうだから動物は喋れないから、うん、ここが痛いとかって言ってくれたらすごい安心して飼うことができるんだけど、言ってくれないから、ね、うん、そこが心配 なんていうか飼い主さんの気持ちもまた伝わっちゃったりして余計悪くなっちゃう。そうなんですよ、ね、なんかそういう結構こう精神的なところもあるよなと思いながらこういたんですけど、うん、まさにその精神的な心療内科がある、はい、ちょっと作っちゃいました。すごい初ぐらいじゃないですかね。そうですね。動物のための心療内科、うん、なかなかないと思います。アニマルコミュニケーターさんって言って、アニマルコミュニケーターさん、うん、はい、なんか動物の気持ちを察するのが上手っていうか、うん、察せる人を一緒に、何言ってるか分かるっていう人。そうそうそう。これ。今聞いた人は、え、何言ってるんだろうって思うかもしれないんですけど、本当に分かる人っているんですよね。いるんですよ。なんか私テレビで、この間も話したんですけど、はいはい、テレビで見て、うんうん、そう、なんか外国人の方が、そう日本に来て、なんかずっと猫が怒ってるとかっていうのの理由を聞き出して、うんうんうん、で、なんか誤解だみたいな。そう、うん、そういう方が、その方だけじゃなくているんですね、日本に。結構いっぱいいっぱいいっぱい、うん、そうですね、その人からこういろいろつながりがあるので、うん、なんか日本にも学校があるらしいですけど、その言葉を、言葉というか気持ちを、アニマルコミュニケーターの学校があるらしいです。へ、ただ本場はアメリカとかなので、うん、結構アメリカ行ってこう勉強してって、うん、もうなんか練習っていうかこう訓練だって言ってました。訓練なんだ。なんか使う？そこに使う、チャンネルを合わせるみたいな。そう訓練なんですって。なるほどね。じゃあ今この子は何を言ってるんだろうとかが分かるように訓練する。うん、そうですね、うん。そのまず写真から見てってやるらしいです。へえ、すごい。そう。フローラちゃんは幸せなのかみたいなこと、はいはいはい。私初めてアニマルコミュニケーターに会った時に。ちょっとフローラの写真見せて、うん、え、この子って私のことどう思ってるみたいなこと聞いてみたんですよ。すごい聞いた、どうでした？そしたら、なんか第一声がおっちょこちょいっていう言葉で、で、その人にも初めて会って、うん、お家のこととかも全く知らないのに、うん、なんかおっちょこちょいっていうのが思ってるよってこと。で、なんか私が階段上がったり降りたり、なんか忘れ物してなんか取りに帰ったりするのを見てるらしいんですね。一回じゃ謝らないなみたいな。そうなんか行って帰ってなんかこう、うん、階段を駆け上がったり降りたりしてるのを見てるよっていうのを教えてくださって、写真からで、私のお家の情報とか全く知らないのに、うん、階段をって言うから、ね、階段あるんですか実際。あるんです。あるんだ。で、私結構よく忘れ物して、あ、携帯忘れたみたいな感じで戻ってバタバタやってるんですよ。で、一緒になんかやらないっていうので、その方と、実際にこう、今その心療内科を、うん、まあ、併設というか、うん、一緒にされていて、この間お伺いした話だと、
こうちょっと暴れちゃったりとかする子が来たら、喋、うんうん、りかけてちゃんと説明したりするんですよ。そうなんですよ、ね、うん、もうちょっと我慢してねって言ってこう、糸切るだけだからみたいな感じで言ってあげると、うんうん、ちょっとの時間我慢してくれるんですよね。え、じゃあ読み取るだけじゃなくて、うん、あ、それこそコミュニケーション、うん、はい、伝えて分かってもらうっていうこともできる。そうですね、はい、そうなんです。いや、すごい興味ある。本当に面白いんですよ、うん、なんか普通の人がこう持ってるだけじゃそんなに落ち着かないのに、うん、そのアニマルコミュニケーターがこう持ってでこう、うん、持つってこう体を触ってこう、うん、なんか落ち着くようなエネルギーかなんか持ってるですかね。すごいいつも暴れるような子が落ち着いてるみたいな。すごいなと思って。じゃあそういう方と、まあ、一緒にやることによって、はい、よりこの、まあ、医療っていう感じじゃないですけど、うんうん、その、まあ、未病を防ぐみたいなことがやりやすくなって、はい、そうなんです。なんかこう、うん、特に見た感じ、うん、あの健康そうな子でも、うん、あのその方エネルギーとか見れるみたいなので、なんかここが滞ってるとか、あ、例えばどんなのがあるんですか。滞るのは、なんか腰のあたりにこうすごいあの渦巻いてるものがあるみたいなことを言ってくれるんですよ、うん、で触ってみると、あ、まあ、確かに硬いし、なんかちょっと冷たい感じあるなっていうので、うん、でなんか結構腰のあたりが滞ってる子ってすごくあの責任感が強い子だったりとかするんですって。へえ。で、まあ、まさに東洋医学、ね、本当そうですね。うん、責任感が強いからちゃんとご飯残さず食べなきゃみたいな。そう、なんか そういう、まあどうだろうな、うん、結構飼い主さんに気使ってる、うん、いい子でいなくちゃ、うん、そう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 、元気でいなくちゃ、なんかすごく飼い主さんがこの子が病気にかかるのを恐れてるっていう人には、そのワンちゃんは病気になったらダメなんだみたいなので、すごく頑張っちゃってる、頑張って腰に来ちゃう。そう、うわー、すごいなんかね、人間みたいですね。面白いですよね。もう心の状態って結構体に出てくるので、心とやっぱり体はつながってるっていうのは、人間だけじゃなくて動物も、それを思ったのが、自分は犬がね大好きで、あの実家に3匹飼ってたんですけど、1匹目がパピオンで、2匹目があのミニチュアダックだったんですね。で3匹目がウエスティを飼ってたんですけど、2番目の子が私があのこの子が飼いたいって言って買って、あのずっとこう面倒を見てた子だったんですね。で3番目が来た時に、その、まあ、みんなの意識が3番目に行っちゃったからだと思うんですけど、全然ご飯食べれなくなっちゃって、食べたら吐くし、お腹がもうずっと緩いみたいな感じで、どうしたんだろうっていう、でそういう知識あったんですよ、うんうん、あの本とか読むと、はいはいはい、その3番目が3番目が次の子が来ても、初めにご飯こうあげましょうとか、うん、愛情は一番こっちがあげましょうとかいうのは知ってたんだけども、うんうんうん、でもなんかうまくいかなかったというか、やっぱりこう意識しているつもりでもこっちに行ってることが分かるんですか ね、 そうなんですね。絶対分かります。いや、あの、うん、もう上辺だけでそれやってもそう、上辺だけでやっても全然あのもう分かってる、分かっちゃうんですよね。怖いですよ。怖いよ。だから形だけじゃそれはダメだったっていう、うんうん、まあ、結論だったのかもしれないですよね、うん、なんかよく犬とか連れ、はい、犬を連れて散歩してる人見ると、うん、そっくりじゃないですか、大体。そうなんです、そうなんです。なんかもうなんか体型とか似てたり体型とかなんか髪型みたいなのも似てるし。わかります。ね、あれも面白いですよね、うん、なんでしょう、引き合うんでしょうね。引き合うんだと思います、うん、あとかかる病気もほとんどなんか似て、ツイヘルの子が来てると思ったら、うん、飼い主さんもツイヘルになったみたいな。面白い。本当面白いですよ。なんかワンちゃんゲリ気味だったら、うん、飼い主さんもゲリ気味だったみたいな。すごいですね。なんか本当に何かそう繋がってんじゃないかって思うぐらい。
で女性で獣医さんっていうことで、なんでこう好きになったのかというか、こういうお仕事を始めるようになったのかとかって、なんかあるんですか、きっかけというか影響というか。まずなんか一番きっかけになったかなって思うのが、夏休みとか冬休みとかおじいちゃん家に帰ってたんですね。田舎広島にあるんですけど、一緒だ、一緒一緒そう、広島に帰った時になんかおじいちゃんにいっぱいこうついて回ってたら、これがあのなんとかだよって虫をいろいろ見せてくれたりとか、あのなんだろう、畑仕事とかやってたので、いっぱいあの青虫とか苦手なんですけど、ね、青虫だけはごめんなさい青虫とかいろいろ持ってきてくれて、これがこうだよって言って、なんか図鑑とかも広げつついろいろ教えてくれてたので、私もへーみたいな感じで。それ見るときっていうのは、かわいいって感じなんですか、それともなんか興味って感じ。どうなんだろう、かわいいし、気になるし、なんか他にももっといろいろいるんだみたいなので、興味がこう興味がどんどん膨らんでって、そう、一度オケラって歌に入ってるじゃないですか、オケラだって。そう、そのオケラがどうしても実物見たくて、おじいちゃん家行った時に、おじいちゃんオケラ見たいって。オケラってどんなの？なんかね、どんなの、なんかまあ見たらわかるんですけど、実物見たことなかったんで、見たいって言ったら、もうすっごいあの探してくれて、おじいちゃん、でオケラいたよって言って持ってきてくれたんです。すごいそういうスペシャリストだったんですか？はい、あ、そうなんです。あ、そうだ、あの畑屋さんもやった。私があのちっちゃい頃は、もう退職してたんですけど、生物の先生だったんです。じゃあガテンが行きましたね。それですね、そう、そこからです。そうか、じゃあ詳しいわけですね、もともと。おじいちゃん自体も多分好きなわけですよね。じゃあこうやって教えてあげるのがおじいちゃんも楽しかったでしょうね。そうかも私ももうなんかおじいちゃん子なんで。それでそのこの道に進もうと思ったのはいつ、もうちっちゃい頃から。ちっちゃい頃はただの動物好きでしたね。なんか自分で飼ってたハムスターとかフェレットとかザリガニとかいろいろ飼ってたんですけど、もう自分で飼ってる子一番みたいな感じで、だいたいこう小学校の工作とかでも、その飼ってる子の絵ばっかり描いてたり、図工とかの時に、若干珍しい子ですよね、女の子なのに。そういうのばっかりやってて、で、そう、獣医っていう仕事に就こうって思ったのは、本当に最終的な高校生の時に、何やりたいかなと思って。あ、選択を考えた時に、もうその時好きだったのは動物好きで、あの音楽も好きだったんですけど、あ、そうそう、バイオリンですもんね、フェイスブックの何やってんだって話で、すごい、趣味でずっと音楽を続けてるんですけど、音楽か動物関係かなんだろうなって。まあやるとしたら、やっぱり資格が欲しいなと思って。堅実そう、堅実にちょっと考えて私と逆ですあとそう、あの、その道を目指すって決めて、もちろん勉強すると思うんですけど、その獣医さんって好きなだけじゃちょっとできないお仕事なんじゃないかと思う。そうですね、なんか好きだったら逆にできないかもしれない、そう、ペットショップと獣医さんって好きだったらできないんじゃないかなって思うので、そこら辺のこうあれもありました。そうですね、それから、まあ、獣医さんになるんじゃないですか、で、そういう、まあ、普通だと病院っていうところに、例えば勤めて病院、動物病院を始めるとか、そうですね、開業するっていうのが、まっとうというか普通の道だと思うんですけど、そこからちょっと東洋医学寄りの中身がいっぱい入ってますよね。心理も入ってたりとかするじゃないですか、そういう風にしようと思った何かきっかけとかあったんですか？それって、あの、獣医になる前からで、学生の時からの考えなんですけど、大学 2,3 年ぐらいになって、なんかこう授業でやってることって本当かなみたいなまあ、あの基礎的なところはこうあれなんですけど、これからそのまま勉強して、なんかただ動物病院勤めてってなって、楽しいかなと思って、な
なんか楽しいかなっていうのは、うん、こうやって、まあ、薬打ってとか、そう、切ってとか、そうですね、うん、切って貼ってってやって、うん、薬出してってやって、うん、習ったことそのままやって、なんだろうな、別になんかこう、うん、意味が、まあ、私じゃなくてもできるんじゃないかっていう、他にもいっぱい獣医さんいるので、うんうん、私じゃなくてもいいやって、それやるのは別の人でいいやって思っちゃって、そこの3年生ぐらいの時に、そっか、それ思う人って本当少ないでしょうね、うん、そうですね、ちょっと変だだからもう学校の勉強も最低限はやってたんですけど、うん、それプラス、うん、なんか最初 それに気づいたのが、あのさっきもアロマ出たんですけど、うん、最初普通の人間のアロマ検定みたいなのをやったんですね、うんうん、でそこで、うん、あ、アロマって面白いなと思っていろいろ調べてたら、動物にも使えるメディカルアロマっていうのがあったので、うん、え、これはと思って、うん、もうなんかちょっと高かったんですけど、こう講座料、メディカルアロマっていうのは結構薬を使わずにっていう方針だったので、うん、そこから、あ、ハーブとか、あの、まあ、ちょいちょい本はあったので、うん、使えるハーブとか食事とかのものとか、うん、あと漢方薬で、そこから鍼灸治療なら獣医師しかできないっていう、動物への鍼灸治療で獣医師だけなんだっていうところからいろいろ勉強し始め、うんうん、じゃあもう学生時代にちょっと違うと思って、うん、違う道はないのかなって感じですね。そうですね、獣医は獣医だけど、うん、それじゃない方法ないのかなって感じ、うんうん、ですね、うん、もう結構ちょっと一昔前ならこう一つ動物病院建てたら、うん、すぐこう繁盛するみたいな、足りてない時はそうだったんですけど、もう今って専門性が重要になってくるので、何かこう一つ自分で一番と思えるものを持ちたいなっていうところから、これって東洋医学すごいじゃんって思って、なるほど、じゃあここでちょっと前半終了っていう感じで、はいはい、後半は、今度は、まあ、ケースというか、うん、こういう時ってどうしたらいいのとか、こう、うん、どういうふうにこう未病、ね、人間でいうと未病ですけど、動物も未病っていうんですか、動物も未病ですね、病気になる前のことですね、そう、病気にちょっとなりかけみたいなのをこう治していくっていう、そのちょっともうちょっと具体的なところを聞いていきたいと思います、はい、前半ありがとうございました、はい、ありがとうございます。